4月7日の運の塾通信をお送りしています。今日はロシアのスターリン化の3日目です。ウクライナで勝てないことが分かるとプーチンは国内での弾圧に手を染めているという内容で、今日最終3日目で最終回ですね。プーチン氏にはそのような有利な状態はない、何もない。国民を貧困化させながら選択した戦争に勝てないばかりか、彼の政権にはイデオロギーの核がないのである。プーチン主義とはあえて言えば、テレビの視聴者向けにナショナリズムと正統派宗教を混ぜ合わせたようなものである。11の時間帯にまたがるロシアの司法はすでにこれはモスクワの戦争だと暗に批判している。プーチン氏の失敗の規模が明らかになるにつれ、ロシアはこの紛争で最も危険な局面を迎えることになるだろう。政権内の各派閥は非難の渦に巻き込まれ、互いに反目し合うだろう。クーデターを恐れるプーチンは誰も信用せず、権力闘争に突入する可能性がある。また化学兵器や核兵器でウクライナの敵を脅し、西側の支援者を追い払うことで戦局を変えようとする可能性もある。世界が見守る中、世界はこの先の危機を抑えるために動き出すべきだ。真実を伝えることでプーチン大統領の嘘を暴かなければならない。西側のハイテク企業がロシアでの事業を停止するのは間違っている。なぜなら情報の流れに対する完全な支配を政権に渡すことになるからだ。ウクライナ難民を受け入れている政府はロシアからの移住者も受け入れるべきだ。 NATO は少なくともウクライナではボロディミール・ゼレンスキー政権の武器を継続し、彼が真剣な交渉に入る時が来たと判断した場合には、彼を支援することによってプーチン大統領の暴挙を抑制することができる。また世界経済に犠牲を払ってでもエネルギー制裁をより早くより深く進めることでプーチン氏への圧力を高めることもできる。そして西側諸国はプーチンの古代妄想を封じ込めようとすることができる。 NATO はロシア軍が先制攻撃をしない限りロシア軍を攻撃しないことを表明するべきである。軍事的な強化を必要とする飛行禁止区域を宣言することでプーチン氏にロシアをより大きな戦争に巻き込む理由を与えてはならない。西側諸国をいかにモスクワの新体制を望もうとしても、新体制を直接画策しないことを明確にしなければならない。これあれですよね、バイデンがこの文書と反対なこと言っちゃいましたよね。でアメリカ政府は慌ててそれを取り消しましたね。解放はロシア人民の仕事だということですね。そういうことですよね。ロシアが沈没していく中で隣の大統領との対比がまぶしい。プーチン氏は孤立し道徳的に死んでいる。一方ゼレンスキー氏は勇敢な15世紀の英国の道徳劇の主人公のエブリマンであり、国民と世界を動かしている。プーチンの正反対であり手強い相手かもしれない。21世紀のスターリンから解放されたロシアはどんな姿になるんだろうか。まあこういうことですね。まあ今回はだから、まあ私はもうあと2週間ぐらいでね、この戦争は和解すると思うんですけど、やっぱりスターリンみたいな形で彼やったけど、結局まあ、プーチンはイデオロギーの核がないわけですよね。ですからプーチン主義といってもナショナリズムと正統派宗教を混ぜ合わせたようなものでしかないので、あんまりインパクトはない国民に対してね。で、まあ、今回結局失敗してしまった戦争失敗してしまったんで、結局マイナス面の要素が多分に出てきていますね。でやっぱり西側諸国はウクライナを助けて、それでまあプーチンがやった何をやったのかということをロシアにできる限り伝えるようにするべき
だし、それからゼレンスキーに対する武器を供与して、それから和平交渉もヨーロッパ西欧諸国は力を込めて協力するべきだということですね。で、まあ NATO が、まあ、戦争に引きずり込まれないように、またプーチンをあまり刺激しないようにして、まあ、交渉を進めていくべきだということですね。まあ、いずれにしてもプーチンは孤立してしまってるし、ゼレンスキーは英雄になったということが事実ですね。で、この戦争が落ち着いたらロシアは一体どうなるんでしょうかと。まあプーチン政権が倒れるということは言ってませんけど、僕はかなり彼はやばいんじゃないかなと思いますね。